ガットとラケット加藤の雑談テニス、テニスノート。はい、自己肯定感あるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ今回なんですけどね、やっぱこうテニスで誰でもこう上手くなってくるとラケットとかガットとかね、それこそ本当に意識の高い人でグリップをこう巻き替えタイミングだとか、もうプロフェッショナルのコーチよりもすごくちゃんと巻き替えられてる方もいらっしゃるし、まあ、いろんなこだわりが出てくると思うんですよ。でその中で、まあ僕自身が、まあ、できればテニスちょっと本当にちょっとでも、ね、気持ちの上で週1でも真剣にやろうと思って真剣にできますし、まあ、その中で、まあ、どうしていくのが大事なのかなっていう、まあ、ラケットとかガットのですね選び方考え方についてお話しさせてあげたいと思います。まあテニスノートなんでね、ちょっとざっくばらんにお話しできればと思いますんで、まあ、答えがあるかどうかは別にして少しあこれわかるって参考になればと思います。よろしくお願いいたします。はい、って言いながら、まあ、このガットあるときにいきなりお連れちゃいました。このわけわかんないですね、隣の子このお連れ方ね。これやばい、カップになるかも。たまにこうロール巻くときにぐちゃ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 みたいなのになってて、巻いてるときになんかエラーみたいになるんですね、きっと。これはまずい。ちょっと待ってくださいね。途中で多分巻いてる時にロールで巻いてる時にこうちょ歪んで巻いちゃってるよね。よし、ということでね、話戻っていきましょう。はい、まず豆知識ですけど、ロールガットは大体、まあ、よっぽどでかだけじゃなければ1、2、3、4、5、6、7本半かける、これは15ですね。15本分ぐらい取れば十分だと思います。まあ、ロールでなければね、普通に単体の感じでいけると思うんですけど、ただめちゃくちゃ絡まってます、これあるんですよね、このロールで貼られてる方とかだと結構このね、もつれがめっちゃ腹立つんですよね、これ朝太陽からやってますからね。まだ手元見られててすげえ恥ずかしい思いしましたけど、はい、行きましょうか。1、2、3、4、5、6、7本半で、これをまあ、ただハイパー G は結構ね、ガットが伸びてくれるんでね、まあ、実際14本半ぐらいでもいいんじゃないかと思ったりするんですけど、いけるかな。ちょっとすべてやめましょう。これ貼ってる最中に最後の締めでね、足りなかったとかちょっと恥ずかしいんで、もう一回いきますね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8っていうか、これヘッドにめっちゃ気づいてんだけど、これなんだろうっていうので、まあそのラケットをですね、ごめんなさいね、話が全然先押しになっちゃって、まあだからそう考えた時に、どういう風なプレーするとかもあるんですけど、もう基本的にはもう普通のラケットを買われることをお勧めします。まあ、初心者とか初級者とかっていうんじゃなくて、まあ、そのいわゆるですね、これも今毎回お話してると思うんですけど、プロの選手が使ってる同じデザインの、まあ、軽いバージョンとか、ね、重いバージョンとかいろいろあると思うんですけど、まあ、基本的に 300g 前後で、いいと思います。で、まあ、一つその、ね、中級者からグンって上がっていいボール打てる打てないってなって、まあ、僕の中の中級者の定義っていうのは、まあショットは不安定だけど強いボールを打てる可能性がある、壊滅的な技術が、この例えばボレーだったらね、もうひたすら切っちゃって、もう全然ちょっとこの人この癖治んないなとか、そういうのが際どい状態が中級レベルで、そこから伸びていく伸びていかないっていうのはやっぱ正しい技術を身につけてるかどうかってなってきますので、まあ僕の中ではですけれども、それを見分けながら、
で、まあ、いわゆるその中級っていうのはそのグレーゾーンを抜け出した人が中級以上かなっていう、ね、まあ、以上以下は入るんですけど、実際は、まあ、それ考えて、でやっぱ一番僕こう思うのが、熱い当たりのボールを打てるか打てないかってすごく大事になってくると思うんですよ。で、熱い当たりのボールを打てる打てないかって大事になってくるし、その時に見極めるのはこのフレーム、このフレームの厚さで全然変わってきます。で、いいボール打てるけどもスライス面で当たってんだか、ね、フラット面で当たってんだか、スピードで当たってんだか、打とうと思ってもなんか変なスイングになっちゃう。前にボールを押せない人っていうのはやっぱり比較的厚いフレームの、ちゃんとした競技者スペックを進めていく傾向になりますね。逆にあのもう厚い当たりを理解できてて、スピンもスライスももう結構ちゃんと打てんじゃんって人には、あの僕は普通のちょっと薄めっていうか標準的なものと、まあ、人によってはね、しなる打ち方できるし、すごいこう綺麗にヘッドが回ってるなって人にはちょっと 薄めのっていうか、標準か標準よりちょっと薄めのラケットを、進めていきますね。結構このポイント大事で、まあ、基本的にその、ね、デザインとかで選んだりとか、なんとなくこれって選んでいくんですけど、まあ、ちゃんと球持ちがいいかどうかってすごく大事になってきますね。なのでラケット選ぶ基準っていうのはその点は結構、まあね、新しくテニススクールとかね、お世話になり始めたって、まあ初めのうちはね、そのお客さんと仲良くなるとか、そのお客さんのテニスが分かったりとかね、練習のモチベーションとかそういうのもいろいろとこう加味するので、もうとりわけの余計なことは言わないようにはしているのですが、まあそういった中で、まあ、僕が思うのはそうですね、この人はなんでこのラケット使ってるんだろうとか、でも意外と多いのは、めちゃくちゃいい当たりするのに、そんなラケット使う必要ない、まあ、でかかったりとか、それこそフレームが厚すぎたりとか、感じですね。そういう人にはちょっとこう薄めのというか、そうですね、はい、まあ、その人の打ち方によってね、やっぱ厚い当たりができるかが一つと、あのヘッドが綺麗に回ってるかどうかなんですね。で、厚い当たりがコンスタントにできてヘッドが回る方には、まあ、Eゾーンとかね、今で言うと、Eゾーンとピュアエルとか、まあ、ああいったラケットもいいと思いますし、あともう自分でヘッド回ってるんであればね、スロート部分に加工してない、まあ、V コアだったりとか、まあ、あとはヘッドのグラビティだったりとか、そうですね、ストリートとかもそうかな、まあ、そういったものを少しずつ過ごしてみて、うん、ちょっとずつ違ってきますけど、基本的にはスタンダードな、ラケットをね、ちゃんとしたラケットを使っていくのが、大事だと思います。で、あとね、重さとか軽さとかでね、結構決めがちな方が、いるんですけど、意外とちゃんと打ててるのに軽いラケット使ってる女性の方多いです。ちゃんと打ててるのに軽いラケット使うとどうなるかというと、もう腕力で打っちゃうんですね。で、かといって 300g って重くないんですよ。缶ジュース持ってて重いとは思わないじゃないですか。なので、まあ、それを考えてた時にはもう僕としてはやっぱりなんていうのかな、そんなに意識だから、例えば僕ある程度もう初級初中級ぐらいになってきたら、皆さんも 300g ぐらいのラケット進んでるんですね。まあ今だと290とかもありますし、290、295、300、305ぐらいまではその人にもこうあったので、まあ、今割と軽くてもしっかりしてるわけでもあるんですけど、やっぱりこう強いボール打ったけど押し返された時に小手先でなんとか使用するね、軽いと。もともとのその下半身が出来上がってるし、しっかりねこう足使っていけるような人だったら別に軽くてもいいんですけど、そういう人は大体重いラケットというかちゃんとしたラケット使う傾向あるんですけど、まあなんだろうな、軽自動車とトラックみたいな感じになるので、やっぱ強いボールを受けた時にラケット軽いと吹っ飛ばされるわけじゃないですけど、やっぱねこう衝撃を受けすぎちゃうので、意外とテニスにされてる時とか手首痛める、まあ、手首はその人の打ち方によるんですけども、やっぱテニス肘になっちゃう人とかはやっぱヘッドが重いラケットが多いですと思ってね、でもこう思うとこう思った時も頭がこう思う多かったりもしますので、そういう意味ではやっぱちゃんとしたその軽いというよりも、うん、まあ、たまに男性の方でね、まあ、僕の周りにないですよ、重すぎるラケット使われる方もいますけど、フェデラー好きだからって、いやそしたら、いやそんな 347g だってそんなの使ってもちょっと無理だよとは言わないんですけど、まあ、極論極端に重いか極端に軽いかだったら極端に重い方がマシだと思いますけど、まあ、でもあんまりおすすめは、できないですね。で、まあ、そこから、まあ、ラケットをね、だからラケットって
変えていく時とかも、自分が次どういうプレーをしたいかとか、どういうことにこの重きを置いていくかによって、まあ、若干なりとも、ほんのちょっとですけどね、ラケットで全てが変わるわけじゃないですけど、なんだろうな、こう、まあ、どういう風に上達していきたいのか、どういう技術を身につけたいかによって変わってくる。少なくともこれは他の動画でもお話してますけども、レベルダウンをしたラケットにしていく必要はないと思います。ので、変える時にね、たまにスペックダウンして買ってきて、もしこれ打ちやすいんですよって言われても、いや実際球軽くなってんだけど大丈夫かなと思いながら、まあでも本人が納得しててね、別にその試合で勝つ負けるじゃなくて楽しくできるんだったら、まあそれはそれでいいのかなって、まあ相談に乗られてばもちろん話すんですけども、そうじゃない場合はですね、まあちょっと、まあ、その人が楽しく、まあ、よっぽど、ね、レベルが落ちてしまえば別なんですけど、まあ、球の質ぐらいはちょっと落ちたところで、ね、楽しくできればいいかなと思って、まあ、妥協じゃないですけどね、その相手に合わせることはありますけど、まあ、あとそのガットですよね。でガットって結構皆さん、まあ、これは他の動画でも最近上げさせてもらいましたけど、もうなんていうのかな、誰かが使ってるから誰かに勧められたからこれにするっていうのが多いんですけど、ある程度テニスの経験値が高くて、でギアの知識も豊富な人だといいんですけど、例えば上手い人にこれって言われても、まあそういうセンスがある人もいますよ。でもそうじゃなくて、なんかなんでそれ使ってるのっていうのはね、結構あります。第一、ガット削れてないじゃん、切れてないじゃんっていうね。ポリガットの間違った使い方っていうのがあって、ポリガットの間違った使い方ってやっぱりなんだろうな、切れないから。だってスイング遅くて削れなければ、ね、ずっと使えるような感じになるじゃないですか。でだから打球感に乏しい人は、だからもったいないからガットを張り替えないっていうのが優先して、打球感が悪いことに気づけないのであれば、ますますポリ使う必要ないと思うんですよね。だからそういう感じかな。ポリだから削れてないから大丈夫とか、逆に削れてないってことはそれ下手ですよとか、ガット合ってませんよ、もしくはラケットとガットの組み合わせ悪いですよ、今の技術合ってませんよっていうのを堂々とこう言ってるのと変わらないです。なので、まあ、基本的にそうですね、なんていうのかな、まあポリをそんなにいきなりっていうのが、決めたことない人がポリっていうのもねっていう、だから厚く当てられてないのはポリする意味がないと思います。まあ細いゲージにしてみてはいいんですけど、ただ打球感がね、例えばナイロン貼ってても、まあ、ナイロンの入るグリップですね、ナイロンとボリップね、だから縦にナイロン貼ってて、まあ縦横ナイロンでいいんですけど、それでちょっと飛び心地が悪いとか打ち心地が悪い、当たる感じがちょっといまいちだっていうのを感じることができて、まめに入り替えられるんであれば、僕は全然ポリガットでいいと思いますね。まあただ削れてない場合はちょっと他のねゲージを測定したり他の種類にする必要あると思うんですけど、そこら辺のね考え方がね結構こうトンチンカンな、まあ、場合もあったりしますし、まあ、相談乗られればね、一応自分の考えと、まあ、一般的にこうですよって今までの経験上の話も考えてお話するんですけど、そこら辺がね結構難しいというか、なんだろうな、もったいないというか、もうちょっとこうしていけば、ね、同じガット同じような値段で貼って、ね、同じラケットを同じような値段で買うんだったら、やっぱり今の自分に合った方がいいし、ね、っていうので、まあ、例えば何だろう、やっぱりこの何色のガットがいいですかって初めあるんですね。まあ、もちろん初めのうちはそのガットの色を楽しんでね、それが一つのモチベーションになればいいと思うんですけど、やっぱり上達してくるとガットの色ってね、意外とねいいガットってそんな種類ないんですよ。まあヨネックスのレブとかはね、今4種類かな、白とパープルとオレンジとあれ3か4か出てますよね。ででも何だろう、大体はカラバリしか使わないですよ。で、まあシンセ、ナイロン の安い価格帯があって、割とこうカラーがあったりとか、オールソンさんとかもあるんですよね。やっぱある程度上達してきたら、もうそろそろ小さな下積みしましょうと。まあ、例えば今この貼ってるハイパー G って、結構ラケットに合う合わないがあって、まあね、ハイパー G って、ある女性の方とか、色がちょっと嫌だから、他のガットにしたいっていうのはあります。まあ、でもその場合は代替できるね、似たようなあったガットとかもありますから、まあ、そういった意味ではそのちょっとした感じはいいと思うんですけどね。
難しいですね。この色がだから、この色が嫌だってもいいんですけど、この色がいいっていうのになってくると、ガットが限られてきますから。そうですね。うん、で、あとあと一つあるのは、ガット気に入って、まあ、ロール替えすることもあると思うんですけど、ラケット変えたら、やっぱり、ベターなガットかもしれないですけど、ベストなガットにはなってこないと思いますので、まあ、そういった意味では、そうですね、ガットって、変えて、た方がいいかもしれないですね。ラケット新しくしたりとか、はい、やっぱあとラケットもね劣化していきますんで、なんかちょっと腰抜けたなって感じが分かる人はいいんですけどね。そうするともう飛びが全然変わってきますので、そう考えたらやっぱりある程度定期的にラケットも変えていく必要があると思います。まあガットの感覚が分かってマメに張り替えられてる方って、ラケットが悪くなってちょっと違和感あるっていうのを感じられるので、まあ、そもそもそのテニスを上達するのはその微妙な感覚だったりします。プロとかだってね、プロなトッププロなんてあれですよ、ラケット何本かで、まあ、今はそんなに大差ないと思うんですけど、気に入らないのとか同じ作りをしてもあるみたいで、やっぱりねベストなパフォーマンス上げるにはその、ね、例えば何十本ってあるのか何本だとかあったりするんで、そういった意味でやっぱそのラケットとガットの感覚って繊細であればあるほど、物のせいにしちゃダメですけど、繊細であればあるほどその分ね、テニスの上達ができるといった兆しも、あると思います。なので、まあ、ちょっとそういった観点でガットとラケットって考えてみるのもありかなって。あと自分がいいと思ってもその信頼できるインストラクターが一番いいですかね。いろんな人が多分挙げてるんで、まあそういった人にちょっと聞いてみても、いいかもしれないです。このラケットすごくスピード出てるけど実は軽くなってる、どんだけ速くても縦回転がなければ結構簡単に返しちゃうんですね。軽いボールと重いボールと速いボールと遅いボールっていうのは、そういうのを見分けていくんですよ。速くても軽い、そんなの普通にあります。遅くても重いってなるんで、そういった意味ではある程度こうしっかり球が乗っかって、ね、相手に返されづらいボールを打てるラケットとガットの組み合わせが一番だと思います。というので、まあ、なんか、ね、初めのアクシデントもありいろいろと言いたい放題言いましたけど、まあ、ちょっとでも参考になる部分があれば、まあ、テニスノートなんでね、答えというよりも僕の今まで経験した本音の部分のお話を、させていただきました。よろしければ高評価とチャンネル登録もお待ちしております。他の動画もよろしければ、ご参考ください。今日はこれで出てます。